1月の撮影は山が封鎖されまくり、思うようにいかず途方に暮れていた鳥。ということで今回のその夜の鳥は久しぶりの定点映像。新しい場所の撮影でワクワクするも、なぜか動画を上げなかった鳥。撮影から10日以上 PC に取り込んだ画像を公開せず、次の撮影に行っていた。それには訳があり、撮影後にその場所で何かが起きたらしいとしか言えない。確認しようにも、その確認が取れてしまった場合、この映像は使えなくなると判断したため、何も見なかったことにし、何も聞かなかったことにして逃げた鳥。オープニング、エンディング以外の映像を一切確認せずに出す心霊トンネルの最新の定点映像をご覧ください。次回その夜の鳥491夜、封鎖される山、確認していない定点映像、花嫁が出るトンネル。君はまだその夜の鳥を知らない。